こんにちは、のり太郎です。今回のお話は現在進行形で円安とインフレのダブルパンチで下落している円の価値と、それに伴ってコインの価格が自動的に上昇してますよというお話をしたいと思います。コイン投資をされている方からすればごくごく当たり前のお話かと思いますが、今回の動画はコイン投資を始めてみたいけどどうなのかわからないという方や、あとコイン投資を始めたいけど周囲の方の理解を得られないという方向けの動画となっております。ということで、皆様ご存知のこの1万円札ですねというのは、実はただの紙切れだったっていうことが皆様、日本全国広くですね、薄々気づいてきたのではないでしょうかというところなんですけど、この1万円札というのは、原価だいたい17円ぐらいの、まあ、本当のただの紙切れなんですが、これが1万円の価値があると決めているのは、日本人や世界の人々がこれは1万円ですねの価値があると思っているからであって、今回の流行り病の騒動とかですねによって全世界で一斉にお金をすりすぎてしまったために、お金の価値がどんどん目減りしてインフレになっているというのが、ざっくり言うと今の世界的なインフレの現状ということだと思います。で、一方ですね、対 GDP 比で世界で最も政府の負債を抱えているっていう国が日本なんですが、まあ、日本では刷ったお金を庶民に渡さずに政府の仲間だけに配るということで、インフレになることを抑えるという、まあ、通常の国では暴動が起こってしまうレベルのことを政府がやっているにもかかわらず、政府が血祭りに挙げられないという特殊な国なんですけど、それでも世界的なインフレや、戦争の影響でですね、コストプッシュですね、もう輸入するものが高くなってしまうということで、コストプッシュ型のインフレがじわじわと進行してきたことによって円の価値っていうのが下落しているんですけど、世界の中央銀行がですね、インフレに対して利上げしている中で、日本は利上げができなかったために、インフレに対してノーガード状態で今、インフレに立ち向かおうとしている状態であって、まあ、それをまあ見透かされたのかなというところで急激な円安が進行中というのが、日本の2022年の5月現在の置かれている状況かなと思います。そして、まあ、今長々とお話ししましたが、つまり円安とインフレが進行中ということは、この紙切れがですね、本当にただの紙切れになってしまう恐れがあるということを意味しておりまして、実際、去年の5月と比べるとドル円っていうのはですね、去年の5月は108円程度だったものが、2022年5月7日現在では1ドル130円と、対ドルベースで 20% 価値が下落したということになります。つまり去年の1万円札より、これですね、去年の1万円札よりも今年の1万円札は価値が2割減っているということになります。加えてインフレについては、政府の発表はいろいろと手を加えてインフレになっていないということを演出しようとしてますが、実際の私たちの生活レベルではガソリンとかですね、食料品なんかがどんどん値上げになっています。なのでレギュラーガソリンでいうと、2021年の5月頃は150円程度だったものが、今は165円ぐらいになっています。まあもっと高いところもあると思うんですけど、で政府が、効果の不透明な補助金ですね、今ガソリン会社にばらまいても
この価格になっているという状況になってまして、約 10% 値上げで、つまり円の価値がここでも1割引きになっていると。で、食料品もですね、おおむね 5% から 10%、今年の10月にも上げるという話ありますけど、上がってきてまして、食料品から見ても円の価値はだいたい1割引きになっているということになります。で、つまり円安で去年より2割引きになっている円っていうのは、インフレでさらに1割引きになっているというのが実際のところではないでしょうか。つまり極端な話をしますと、2022年5月現在の1万円は2021年の1万円と比較すると、だいたい3割引きの7000円ぐらい、当時の7000円ぐらいの価値しかなくなっていると言い換えることができるかと思います。実際に今、日本から海外にこの1万円を持ってですね、買い物しますと、だいたい3割増しよりももっときついことになるかなという感覚になると思います。そしてこの傾向は今がピークであると考えている人は少ないのではないでしょうか。世界的にインフレは収まる兆しはありませんし、つい先日のドルやポンドがこうガーンと暴落したのにもびくともせずに130円台をキープしている日本円っていうのは、これからさらに円安になるという見方が強まっています。これを回避するためには、資産の一部を外貨建ての資産に変えることが、今のところ有効かと思われますし、一番簡単にできるのが外貨預金ですけど、私のおすすめは国内でも気軽に買える、それ自体が外貨でもあるアンティークコインとかモダンコインになります。こういうものですね。金貨銀貨です。で、アンティークコインやモダンコインというのは世界各国の金貨や銀貨のコインのことで、詳しくは以前の動画、金投資とコイン投資の違いっていう動画で述べておりますので、そちらを見ていただければと思いますが、今回は具体的にコインの値動きがどうなっているかっていうのを見ていきたいと思います。まずは私の好きなこちらのコインですね、で見ていきたいと思います。ビクトリア女王のインド統治時代にインドで発行されたインディアンモハール金貨、1841年、細かいこと言うと C のディバイデッドレジェンド通常肖像ラージデイトプレーン4という、このビクトリア女王のモハール金貨っていうのは種類がいっぱいあるんですけど、その中で一番オーソドックスなものになります。で、これはつい先日エクストリームアンティークコイン解析という動画で値動きを見ておりますが、その際には過去の価格も現在の1ドル130円で計算しておりますので、これをその時の円相場で見ていきたいと思います。で、このコインの MS61 というグレードでは、比較的、少し高鑑定な方にはなるんですけど、枚数も結構あるというものになります。これでは2022年の1月にアメリカのヘリテージオークションというオークションで11,400ドルで、バイヤーズプレミアムっていう、20% のバイヤーズプレミアムを含む金額で11,400ドルで落札されていたので、その他の手数料ですね、送料とか保険料とかそういったものを合わせて、現在の円相場1ドル130円で計算すると、11,400×1.12×130円ということで1,659,840円ということになります。で、一方1年前の2021年1月に同じグレードのものが同じくヘリテージオークションで1万200ドルで、これもバイヤーズプレミアムを含む
もので落札されておりまして、当時の為替レートが2021年の1月で1ドル104円でしたので、1万200ドル ×1.12×104円ということで118万8096円となり、まあ、1年間で 39.7% も上昇しているということになっておりまして、円の3割減っていうのをですね、十分にカバーできているどころか、しっかり利益も出ていると、まあたった1年でですね、出ているという結果になっています。でこのコインが特別かというと、まあ、これは人気なのは確かなんですが、特に高すぎるというわけでもありません。でもう一つ別のコインで見てみようかと思います。でそれがこちらで、アテネのテトラドラクマ銀貨で BC 紀元前ですね、440から404という銀貨で、この銀貨は枚数アンティークコインの割には結構多いんですけど、世界一有名なコインとも呼ばれる、非常にデザインが良くてですね、裏面の袋も可愛い銀貨になっています。このコインの MS 5分の5 5分の5という、まあ、比較的高鑑定な銀貨を見ていきましょう。でこちらが2022年の5月には、つい先日ですね、3600ドルで、こちらもバイアーズプレミアム含む価格でアメリカのヘリテージオークションで落札されていました。でこれを他の手数料と現在の円相場1ドル130円で計算すると、3600ドル ×1.12×130円ということで52万4160円となります。で一方、1年前はどうだったかと言いますと、1年前の5月にも同じグレードのものが同じくヘリテージオークションで2280ドルで落札されていました。で2021年5月の為替レートが1ドル109円でしたので、こちらで計算すると、2280ドル ×1.2×109円ということで27万8342円となります。こちらも1年間で 88.3% も上昇しています。でこちらも毎年同じグレードのコインが出てきておりますので、それほど特別なコインということではありませんが、それでもこれほど上昇しているということです。で例えばこれは値上がりせずに1年前と同じ1000ドルだったとして計算しても、まあ、2022年1000ドル ×1.12×130円で14万5600円で、2021年が1000ドル ×1.12×109円として、12万2080円ということで、為替レートだけで 19.3% 上昇することになりますので、アンティークコインはどんなコインでもそのままの円で貯金をして3割引きになるよりも確実に資産防衛になることがお分かりいただけるかと思います。ただしコインを買う際にはですね、相場価格で買えるっていうのをしっかり見極める必要がありますので、ぜひとも私の過去動画のアンティークコインモダンコイン情弱ビジネスから身を守る方法という動画で、その場で素早く相場を調べる方法を紹介しておりますので、相場の調べ方がよくわからないという方はそちらをご覧ください。でもっと詳しいのは過去動画で相場の調べ方っていうのもやってますので、合わせて見ていただけるとよくわかるかと思います。で相場価格か、まあ、相場価格よりも安く買うことが肝心なんですけど、そこさえ失敗しなければ、まあ、必ず資産防衛ができるかと思いますので、あくまでも自己責任とはなりますが、今からでも全く遅くはないと思いますので、コイン投資も検討してみてはいかがでしょうか。でまた付け加えますと、今アメリカの株価が暴落しておりますが、前回の流行り病による株価暴落の時もコイン相場は逆にそのお金が流入して暴騰していましたので、ポートフォリオに株価とは全く違う動きをするコインっていうのを、まあ、コモディティの位置づけで入れるということは
リスクヘッジとしても良い投資先になると思いますので、ぜひご自身のお気に入りのコインを見つけて投資してみてはいかがでしょうか。で、最後にですね、私の持論ではないんですけど、まあちょっと迷ってる方向けのアドバイスというかですね、堀江貴文さん、堀江門さんですねとか、あとはその事業されたりとかですね、数々の成功者と呼ばれる人が皆さん共通して言う言葉っていうのは、まず行動してみましょうということになります。で、考えてみれば当たり前のことなんですが、行動しない人で成功した人は0人であるっていうのは間違いない事実だと思います。で、行動すれば絶対に成功するっていうわけではないんですが、世の中に絶対という言葉があるとすれば、行動しない人は絶対に成功しないっていうことは言えると、これは確信しています、という、まあ、説教じみたお話で終わってしまいましたが、まあ、今回のお話は以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もし少しでもためになったと思っていただきましたら、いいねボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。いつもご視聴いただいている皆様、いつもありがとうございます。それでは最後、皆様一緒にレッツコイン。ご視聴ありがとうございました。To be